はい、さーい、森田でーす。石川でーす。本日はですね、ジャス君にいろいろと質問をしてみようということで、二人でちょっといろいろとジャスに質問をぶつけるように、いっぱい考えたら、はい、リストアップしましたので、ジャスのことをより深く、皆さんにも知っていただこうということで、本日はジャスにいろんな質問をぶつけ、一問一答ということで、動画を撮りたいと思います。じゃあ、ヤスが帰ってきた夕方に撮ろうね、はい、撮りましょう。はい、はい、では、はい、はい、何でしょうか。今日の動画はですね、はい、俺と石賀さんが考えた、ヤスにいろいろとにかく質問をしてみよう、はい、言い訳とかいらないから答えてくれたら、それだけで OK なので、それだけで需要ありますかね。じゃあ行きましょう。イエーイ。はい、まず年齢は、はい、24歳です。生まれは高知県出身です。育ちは、育ちも18まで高知です。高校時代何を頑張ってた。バイトですね。高校時代好きだった科目は。科目、倫理が好きでした。高校時代の甘いエピソードは。甘いエピソード。ですね、卒業式に女の子に呼び出されて廊下で告白されましたね。はい。いいでしょう。はい。じゃあ、なんでそんな。一旦ここでストップだな。ここでストップして、ちょっと掘り下げていきましょう。はい。育ちはっていうのは何ですか、その質問は。育ちはっていうのはですね、はい、小中高と、高知で育ち、大学で大阪に出てっていうのを言うてくれるかなと思ったら、もう高知で終わったから、もういいよ。18歳まで高知県でした。で、大学は大阪に行きましたね。あと、倫理が好きなのなんで？倫理の先生がすごい面白かったのと、あとは3人だったんですよ、受ける生徒が。だから、すごい結構自由に話ができて、すごい楽しかった印象がありますね。そこより甘いエピソードが聞きたいな。甘いエピソード。質問と違うんだけど、最初に彼女ができたのは何歳だったの？違うじゃないですか、もう質問が。いや、聞きたいんだ。最初に彼女ができたのは、14歳とかですかね。へぇー。ぐらい。はい、ちなみに今彼女は？いません。しばらくいません。高校時代も基本男の子とばっかり遊んでたんで、甘いエピソードほぼなくて、なんか甘いもの食べたエピソードとか言おうかなとか一瞬思ったんですけど、はい、もういいです。はい、じゃあ続いて第2弾の質問コーナーに行きます。はい、次が、じゃじゃん。沖縄の好きな場所は。アラハビーチとか。ビーチ、海沿いですね。沖縄の好きな食べ物は。人参しりしりです。沖縄のこの印象は。人懐っこい。あ、でも警戒心はあるかもしれないですけど、はい。最近面白かったことは。めっちゃむずくないですか。最近面白かったこと。パスで。最近ハマっていることは。ギター弾くこととゲームすることですね。最近欲しいと思っているものは。マイクです。ギターを録音する用のマイクが欲しいなと思ってます。最近失敗したことは。ご飯作ってて、鶏肉のなんか柔らかいの作ろうと思ったんですけど、ちょっと長く置きすぎてダークマターが出来上がってましたね。ヤクアルチャンネルを見ている皆さんにメッセージを、はい、いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。コメント等励みになっております。もうちょっと多く見てもらえるともっと嬉しいなと思うので、拡散してください、いろんな人に。ありがとうございます。はい、じゃあ本日の質問は以上です、ね。以上ですか。ああ、よかったです。じゃあちょっと掘り下げていただいて。掘り下げていくんですか。ね、面白かったエピソードってもう鬼の振りじゃないですか。思い当たらないんですよね、面白かったエピソード。つまらない人生だね。いや、平凡な幸せということですよ。最近失敗したことってなんか噂ではふくらはぎだけ。ああ、それがありましたね。なんかめちゃめちゃ失敗しましたね。そういえば海で泳いでる時に足を露出したまま2時間ぐらいずっとちょっとシュノーケリングをしてて、日にさらされているふくらはぎの反面が真っ赤っかになっちゃって2日ぐらい歩けなかったですね。で、今ちょうど終わって脱皮シーズンに入ってます。こんぐらいの皮が取れます。蛇の皮みたいな皮がいっぱい取られます。美容室キャンセルしましたから。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。これでもかなり難しいですよ、答える側は。答えるのは簡単なんですけど、答えた後の空気が
しいのかこれ。大丈夫です。第2弾です。レベルがきつくなっている。答えにくい質問をガンガン。内田さんは若いですかちょっと、ね、いい答えの時ピンポンピンポンピンポンって、ね、やばい時はやばいみたいな感じでやりたかったんだけど、演出不足かな。いやこれでもいい、僕バージョンばっかりじゃなくて2人バージョンもいつかやってくださいね。なんか僕ばっかり、まあ、順番に行くと、あの次石田さんなすり付き合いもう褒め殺しするのどう、はい、石田さんのいいところを。それでも、ね、面白いですね。石田さんのいいところを 10個あげてみたとか言って綺麗バカいいとかまあ、とはいえね、はいはい、たまにはね、こういうのもいいかなということで、まあ、ネタがないということも言えるのかもしれないですが、とりあえずイベントができるまで元気にやっていかないとね、はい、じゃあ、いつも通り締めようか。はい、ということで、皆さん動画のご視聴今回もありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、あとコメントともお待ちしてますので、皆さんぜひよろしくお願いします。あの、もし質問とか あったら、募集もなんかいつかしたいです。あ、そうだね、はい、ぜひなんか皆さんからの質問に答えるようなのもできればと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ただし、石田さんの年齢を聞くのはめちゃくちゃオスじゃないですか。はい、はい、ということで、はい、じゃあ、何でしたっけ、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。